はいどうも、今日はねコードの押さえ方っていうのをいろんな角度からお見せしようかなと思ってます。コードの押さえ方っていう動画はね YouTube にたくさん出てきますけども、いろんな角度から捉えるっていうのあんまりないかなと思ったんで、そういう動画を作ろうかなと思いました。というのもですね、対面でレッスンしてた時によくあったのが、特に初心者の方が多いんですけど、コードを押さえる時に先生指が届きませんっていうのをね、もうすごくいっぱいあったんですよ。対面の授業って言ってもね、あんまりねここから見てくださいよとかね、あんまりそんな近づいてできないですよねっていうことがありまして、まあこの動画を作ろうかなと思ったんですね。至近距離からこっち側からとか上からとか後ろからとか、動画の利点を活かしていろんなタイプのコードの形の押さえ方のまとめみたいなのをね作りたいなと思いました。ですのでまあこれね初心者の方はもちろんなんですけど、ギター結構やってる人でもコードの押さえ方っていうのね見直すいい機会になるかなと思うんですね。僕も他のギタリストのコードの押さえ方をね至近距離から見てみたいなといつも思ってたんですよ。なので改めてご自身のコードの押さえ方ね、こここうすればよかったんだっていうね気づきになってもらえたらすごく嬉しいなと思いました。何が正しいっていうのはないと思うんですよ。こうしなければいけないっていうのはないと思うんですね。人の手っていうのはね本当にね十人十色というか、この各指の長さの比率とかね、なんていうんですかね、この関節の曲がり方も人によって違うんですよね。なのでこれが正しいっていうんではないんですけども、僕がギターを何十年も弾いてきてこの形になりましたよっていうのをお見せすることによって、皆さんの何かこうねヒントにつながったらすごく嬉しいなと思っております。今日ねちょっと立って撮影してるので、いつもとなんかキャラのテイストがちょっと違うかもしれないですけど、なんかね立って撮影するとすごい元気が出ますよね。早速行ってみましょうか。ローコードですね。まあ、一番最初にやるようなコードのスタイルですね。ローポジションの C とか A マイナーとか G とかですね。そういうのをお見せしたいと思います。どうぞ。自分目線で前から覗き込んだようなアングルです。上から見るとこんな感じ。こうなってます。人差し指の関節が両方ともほぼ90度です。爪が伸びているとこの形で抑えられないので、爪は適度にまめに切りましょう。中指と薬指の関節は人差し指ほどは曲がってません。手のひらの見え方とか手首の形、これはかなり大事です。手のひらをこんな風にベタ付けする癖がつくと後々厄介です。さあどちらが正解でしょう。はい、最初から右のような形は難しいかもしれません。ですが、ゆくゆく上達してから、ちょっとね、またこれ見返してみてください。おそらくこれに近い形になっていると思います。こんな風に肘が大きく跳ね上がってしまうと、手首が逆の角度に曲がってしまいます。チェックしてみてください。手首はどっちかといえばまっすぐです。正面からも一応映しておきます。肘や手首の形をご覧ください。指先が真上ではなくて、自分の顔の方向に向いてます。親指は上から引っ掛けて、ついでに6弦に軽く触れることによってミュートしてます。手が小さくても親指は届きますが、最初慣れない間は手が大きい人でも届かなかったりします。Aマイナーを上から見たところです。C の時もそうなんですが、手のひら全体をネックに当てるのではなくて、ここの部分でネックを下から支えるっていうイメージです。はい、C と A マイナーを交互に弾いてます。最小限の動きをしています。このような動きになっているかチェックしてみてください。はい、次は G です。はい、これもさっきと同じように手のひらはこの部分で下から支えているイメージです。リラックスして抑えられている状態でございます。はい、D も同じようなネックの握り方。続いてコードチェンジです。まずは正面から。はい、上から見たところです。初心者の方がまず最初にぶち当たる壁というか F コードですね。それの押さえ方をやってみたいと思います。こちらです。このタイプのコードはネックの握り方が違います。このように真後ろから親指で押し込むイメージです。C の握り方と違いますね。
ポイントは親指と人差し指です。はい、このように親指と人差し指で挟んでギターを持つとよくわかります。こうやって持ち上げようと思ったら人差し指は少し横を向けた方がやりやすいんですね。弦の肩が指のやや側面に残ってます。はい、ここで押さえてあげると最小の力で弦を押さえることができるんですね。人差し指はやや側面で押さえて、で F の形を作ります。親指を使うやり方もあります。こうすると指の自由が効いてフレーズにも移りやすいです。で、こういうね、F の時っていうのは、ネックを支えるのが、まあ、親指で後ろから押すような形になるんですね。こうやって挟むような感じですね。はい、なので、どれだけ親指でギュッと前に押せるかっていうところで、コードを押さえる時の負担が変わってくると思います。しぐるも。マイナー7フラット5っていうね、コードありますよね。ハーフディミニッシュ。このコードが出てきた時につまずく方結構おられるんですよ。僕が思うには、ローコードのこういう親指がネックの上に出るようなスタイルですね。どちらかといえばそっち側の握り方でやると楽に押さえれるんですね。まあコツとかがあるので、慣れが必要ですけども、慣れるとすごく楽になります。Cと交互に弾いてます。握りはあまり変わってないですね。はい、こういう手首の形になると指が届きにくくなります。はい、違いがわかりますでしょうか。ギターのコードを弾くときに、あのネックの真裏にね、親指が来るスタイルのコードよりも、親指がネックの上に来るスタイルの方が、長くやっていくとね、そっちの方が断然楽なんですよ。この辺のね、筋肉の負担がね、少ないんですね、この親指を上にかけるやつってね。親指をネックの裏側に押し付けるスタイルの押さえ方っていうのは、どうしてもここのね、筋肉に負担がかかるので、長時間そればっかりやってるとね、しんどくなってくるんですよね。で、僕もまあ長いこと演奏してまして、ライブの中でコードばっかり弾かないといけないような時もあるんですよね。そんな時に、ね、しんどいの嫌だから楽しよう楽しようっていうのでやっていくと、まあこういう風に落ち着いたので、ぜひご参考にしてください。特殊なコードをやってみたいと思います。例えばね、 G4B とかね、こういうやつです。6弦の中指を半音下げると Gm4Bb になります。上から見たところです。親指の位置に注目してください。指先が少しヘッドの方に向いてます。はい、いろいろこのように工夫して負担のない押さえ方を見つけてみてください。このコードもね、生徒さんが初めて押さえるときにね、え、そんなコード押さえれるんですか？なるんですけど、あのね、慣れてしまえばこのスタイルのコードね、どちらかというと楽な部類に入るんですね。はい、あとね、強烈なやつですね。アドナインスコードですね。本来のアドナインスコードっていうのは3度の音を含みますので、ちょっとね、きつい押さえ方になるんですね。それがきついからね、サス2っていうコードに置き換えたりするんですけど、やっぱりね、3度とナインスが鳴ってほしい時もあるんですよね。それの6弦ルートのスタイルがこちらでございます。コードに小指を出したり引っ込めたりとかね、ロックンロールなやつですね。これもね、最初こんなのできるのかなと思ってたんですけど、慣れてしまえば意外と楽にできます。はい、あとね、ナインス系のコードですね。カッティングとかでよく使われるやつですね。こんな感じです。こちらも親指は上にかけるやり方です。
はこんな感じでコードの押さえ方のまとめをやってみました。いかがでしたか？伝えれるようになりそうですか？ギター歴長い方でもね、おーって思ってもらえたらすごく嬉しいです。僕もね、他のギタリストのその細かいネックの押さえ方とかね、間近で見てみたいんですけど、なかなか聞けないですよね。なのでまあこうやってやってみたんですけども、でまあコードの押さえ方っていうね動画がもう他にもいっぱい出てるので、まあこの動画がね埋もれちゃうかもしれないですけども、もしこの動画が役に立ちましたっていうね方いらっしゃいましたら、コメントとかにね書いていただけたらすごく嬉しいです。それでは、はい、今日はここまでです。また近いうちにお会いしましょう。それでは皆さんお元気で、さようなら。